それぐらいになったら被んないね。被んないか、被んないからね、これすげえすげえ、かっこいい。ほら、それは2014年の牙取り戻したね。あの時の牙取り戻してない。そうそう、よし、何してんすか、小動物。だってあれは俺やったことないからさ。丸くなったな。丸いわ、2019年チンタラだわ。ウッシーはまあお任せください。どうもどうも、お任せください。どうだろう、なんかうまいこと、はい、視聴者騙してるようだけど。騙すの不可能だろ。ウッシーなんかね、絵のつく言葉2個しか言ってない。山手線ゲーム2周できないんだから。そうそうそう、ね、そうなんですよ。それはちょっと違うから。うわ、あ、わかる。え、あれ、いや、これこんなのわかるよ。うん、これウッシーあれだもんね、あの注文したらミスったんだもんね、色。いや、別にミスってはないのよ。色張りミスったーっつって。別にミスってはないのよ。ミスったきついっていう動画上げてた。ダサくなっただけで。あなた人狼ですね。なんでそんなこと言うの。あなた人狼でしょ。人狼じゃないです。握り飯が、握り飯がなんか言ってんな。なあ、握り飯、昔の名前。ウッシーは分かりやすいよ。俺、そう、当たりやすいんじゃない。うん、言ってる気がする。結局、うん、尖った答え書いときゃいいっしょ。ちげえちげえ。他とは違う面白さでね。ちげえちげえ。俺、面白で回答書かねえよ、今。俺はいつまでもニコニコが好きだって。YouTube? 誰だって。誰だそいつ。じゃあ、未だにそれ言ってるやついる。言ってねえよ。時計なんて俺詳しくねえから、もうそれしか知らないレベルだわ。あ、そうそうそう、これはいける。牛なんてね、時計得意なんだから。いや、得意じゃないのよ。 G-SHOCK しか持ってないんだから。高級じゃないの。わかんない、これかな。次 G-SHOCK とコラボでしょ。したいわ。すごいい願望をしっかり言う。すごい U-SHOCK ね。 OK。ね、ファンの数と経験が武器になる。マンネリが最大の敵。いいじゃん、マンネリしないじゃん。やるわけねえだろ。ひどい。あ、でもウシ最近さ、知ってる？ウシ最近週休4日にしたらしい。なんか動画見てないんだけど、週休4日に休んだんだ。森でか。じゃあ、待て待て、こう足踏みに休んだんだ。1本30分なのに。うん、1本30分なのに週休5ら。増えて増えて。じゃあ、給料高いから野球にします。これが何かわからん。それ爪に必要なところある？何これ？なんかあんまよくわからん。プランター用の土が入ってた袋じゃないの？なんか、ああ、そう、中に砂がそう漏れ出てるの多分。詳しいな。家庭菜園やってるから違うね。知識が。博識？博識だわ。博識のウッシーって呼んでいい？ね。二つの。まあいいでしょ。キャニスターのウッシーだな。博識だからね。キャニスターとも言うね。何でも知ってんだから。これ絶対届かないな。あれ恥ずかしいよな。ひどい。急に。ここ多分違いますね。違うね。何か。なんか足場持ってくる感じ。ウシキャニスター持ってきてよ。オッケー。探してくるわ、キャニスター。どこだ？キャニスターのゲームやりすぎたんだな。それはあのゲームどうなったんだ。何の話だ。あれもう忘れてる。おい、これこれで待って、とりあえず目標としては 1.3K なんで。待って待って、これアメリカの牛のアメリカのキッズいるじゃん。あ、ごめん、飛ばしちゃった。飛ばしちゃった。牛、ここにもいた。すげえじゃん。今後あんまり変わってないよ。あの、いや、ソファー、ソファーないわ。ソファーが奥にあった。あー、違和感はそういうことか。おー、やるー。ここすっきりしてるもんね。なんか違和感だと、そういうことか。空間的な違和感。やっぱ椅子といえばウッシーなのよな。いやー、やっぱウッシーは椅子だな。ウッシーといえば椅子。今度これ買いに行くからね、今度は。あのタイプです。そう。そうね。そう、ああいうタイプの、ね、大塚家具編が始まるから。探しに行くわ。レジ楽しいなぁ。このためにテンキー買ってもいいなぁ。これ Google に星1ついてるわ。Google レビューに。テンキー買おう。テンキー買う？うん、テンキー買うわ、このために。店員に殴られましたって。牛のツイートじゃないの？テンキーじゃねえだろ、これ。